軟骨魚砂とは、サメ、エイ、銀ザメの仲間を含む、脊椎動物アモンの海分類群、軟骨魚類とも呼ばれる。名称の由来は、全身の骨格が軟骨で構成されていることによる。世界中の海洋に広く分布し、一部淡水域にも生息する。また、海水域と淡水域を自由に行き来できる種も存在する。深海種も多く、 銀ザメ類はそのほとんどが深海に生息する。サメ、エイ、銀ザメではおのの体の形や大きさは異なり、一様でない。魚類中最大のジンベレザメもこの中に含まれる。脊椎動物の中でも比較的原始的な分類群であり、最古の化石記録は、古生代シルル気候期の地層から見つかった鱗の破片で、約4億年前の古生代レボン期には大規模な、 多様化を遂げたとされている。従来の定説では、魚類はもともと軟骨であり、それが、甲骨に進化していき、サメやエイなどの軟骨魚は進化しないまま現在に至るとされる。しかし、顎を持つ生き物すべての祖先にあたる生き物は、甲骨に近い骨を持っており、サメやエイは、深海での捕食に特化するために、定説とは逆に、甲骨から軟骨に進化したとする学説もある。 その説を補強する化石なども発見されている。軟骨魚類は、甲骨魚類のような甲骨ではなく、軟骨で全身の骨格を形成する。脊椎動物の頭蓋骨は、最も原始的な脊椎動物である板川類の皮骨起源で、本来、甲骨であり、軟骨魚の頭蓋骨は二次的に軟骨化したものである。エドウィン・ハリス・コルバートは、 甲骨魚の甲骨の方がより原始的な特徴とし、デイビッド・アッテンボローもこの説を支持している。もちろんこれは骨格構造の話であり、それ以外の部分について、軟骨魚類が甲骨魚類よりも原始的な特徴を持つこととは無関係である。歯は、系統発生上も、個体発生上も、上皮組織由来だが、通常の甲骨より固く緻密である。また、 直接葉を支える雅骨も甲骨の場合が多いが、葉ほど緻密ではない。そのため、サメ類の化石はほとんど葉しか見つからない。軟骨は長い時間の中で分解されてしまうからである。そこから、サメの葉の化石がサメのものと思われず、日本では天狗の爪などと呼ばれる俗心が生まれた。軟骨魚類には、目の後方に、噴水口、呼吸口と呼ばれる。 左右一体の穴がある。脊椎動物の顎が最急の変化によってできた時、前方のエラ穴からエラがなくなった後の痕跡である。通常、遊泳型のサメでは単なる穴であるが、そこ生のサメや特にエイでは呼吸のための水の取り入れ口となっており、口から海底の砂を吸い込むことなく呼吸ができる。顎の形成前のエラ穴起源であり、 原始的な特徴と考えられ、原生の甲骨魚類では蝶ザメを除いて消失している。銀ザメでは肺の段階で見られるが、深までに塞がる。自傷骨三章。上あごから糞の先端にかけての体表に存在し、小さな穴が多数開いたように見える器官。これは電気受容器であり、生物の筋肉から発生する微弱な電流を感知し、 獲物の位置を知るのに役立っている。ただし水中では電気の減衰が早いため、観応距離は数十センチメートル程度であり、獲物がごく近くにいる時にしか感知できない。主に砂の中に隠れている生物を探る時や、獲物に攻撃を加える瞬間などに使用されているものと思われる。発見者の名前にちなんで命名されたもので、ロレンチ二式館とも呼ばれる。 軟骨魚類は浸透圧調節のため体内に尿素やトリメチルアミンオキサイドを蓄積している。これにより体内の浸透圧は海水とほぼ等しくなっている。甲骨魚類やその他の脊椎動物の体内の浸透圧は海水の3分の1前後であり、それよりもかなり高い値になっている。尿素は体内に多量に保持しておくとタンパク質の 構造を変成させ、その働きを阻害するので、一般に生物にとって良くない物質である。しかしトリメチルアミンオキサイドと共存することで、その効果が弱められ、尿素とトリメチルアミンオキサイドの存在比がに一になるのが望ましいとされている。死後時間が経過したサメやエイの体からは、強烈なアンモニア臭がする。これは、空気中にいる。 尿素をアンモニアに分解する微生物の働きによるものである。海産種では体内の過剰な塩類を排泄するため直腸腺という器官を直腸の近くに備えている。直腸腺を構成する細胞は多くの魚類のエラに存在する塩類細胞と形態的に類似している。軟骨魚類は表を持たず肝臓に水より 比重の軽い油を蓄積することで浮力を調節する。このため、特に外洋性の種では、肝臓が大きく、例えば、ヨシキリザメでは、体重のおよそ5分の一を占める。油の成分は主にスクアレンである。銀ザメ類を含む、前頭アコウ、ホロセファリーと、サメエ類を含む、バンサイアコウエレイスモブランキーに大きく分けられる。原生種を含む分類群は太字で示した。 A.B. やの守る、魚類の多様性と、系統分類、脊椎動物の多様性と、系統、松井正文編集、消化棒、2006年、46から93ページ。ISBN47 億8535万8300。サメは、生きた化石ではなかった定説覆す化石発見。 アフプブニュース、http コロンスラッシュスラッシュ www.afpbb.com スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ30128962014年9月5日閲覧。abeh コルベール、脊椎動物の進化、生き物たちの地球、ハット abcd&、レアフェラダーリ、アントネラ、フェル、ダーリ、サメガイドブック世界のサメイズ館。 谷内徹監修、三船敦史山本武志役、TBS ブリタニカ、2001年。学者によっては、角ザメメキクザメ科に分類されることもある。ありがとうございます。